さあ笠岡といえば笠岡ラーメン食べたい、はい、ということでお邪魔したのは住宅街の中にある中華そば鶴亀。めでたい名前ここにちょっと新しい笠岡ラーメンがありますよ。新しいどういう形なんでしょうね。大木さんこれぐらいのねちょっとこじんまりとした雰囲気のお店ですが、ご主人です井上さんです。こんにちは。始まりあります、よろしくお願いします。いいこといろいろちょっとお話しさせてもらって、お店は2018年にオープンされてね、ちょっとの間のちょっと体調を崩されてお休みされてたんですけど、はい、また再開去年から、はいはい、おめでとうございます。ありがとう。どんな、ね、いっぱいお店ありますけど今、笠岡ラーメン特有の鶏ガラ、はい、これだけでしょ。もう鶏なんですね。美味しいんですよね。美味しいんでしょ。美味しいでしょ。そりゃそうでしょうよ。井上さん実は17年間日本料理の板前をしていたという経歴の持ち主。子供たちが幼い頃は笠岡ラーメンを家で作っていたこともあって6年前に開業。娘の樹里さんと2人で作るラーメンが評判になってます。ちょっとシャイな樹里さん後ろ向きですが娘さんです。いいですね。お二人塩と醤油しかないんだけど、うん、塩と醤油、うん、塩普通笠岡ラーメンって醤油、そうです。塩の笠岡ラーメン、初めてですね。初めて聞いた。わあ。スープに3種類の塩をブレンドした特製のタレで作る笠岡ラーメン塩。わあ。表情がすごい。何これ、ね、綺麗なスープですね。金色の塩ですね。塩です。初めてですよ。この色、黄金色といいますか。いただきます。鶏の脂が輝いてますね。そうそうそう、余計ね。すごく綺麗。あ、すごい出汁出てる。出てますか。鶏出汁。すっごいびっくりした。大丈夫。鶏が。めっちゃ美味しそう。ガツッと鶏が。はっきり分かりますね。違うで。絶対美味しいよね。鶏の美味しさが出てる。美味しいです。うち来るお客さんが。メニューを増やした方がいいんじゃないか言うて塩をちょっと試行錯誤して。塩の笠岡ラーメンの美味しい鶏の味が本当によく出てる。そして定番の笠岡ラーメン醤油も食べます。いただきます。もう香りが本当ねえ、食べ比べやすい。こっちはやっぱりねなんか全然違う。同じスープでも全然違いますね。でしょ。まろやかというか醤油とか私は、はい、合ってます、うん、そう合ってます。優しい味になる感じかな。そうなんです。塩から食べた方が分かりやすいですね。味がね、うん、塩の方がちょっと繊細な感じで、醤油はね優しい感じ。じゃあどう違うんだって言ったらちょっと難しいんですけど、それ食べたら分かりますね。そうです。どうですか娘さん一緒に今もうしてくれて、はい、半年以上ですもんね。いけんところはちゃんと、ね、あとどのぐらいとかあとどうとかいうのは言いますけど、だけど大抵のことはもう任せて安心。そうですそうです。優しい娘さんですね。そうです。ちょっとお父さんが優しいから、ね、涙が出ます。演技がこうやってだんだん笠岡ラーメンもねきっとこうブラッシュアップされてね、どんどんまた違う味が、いけばいいと思いますね。やっぱりお互いに自分がこさえるのが一番おいしいとか思って自信を持って出せるお店が多いじゃないですか、うん、それぞれの笠岡ラーメンでね、おいしい競争をしてくれたら、はいはい、優しい味ですね、ここの。ああ、そうです、そうです、うん、ここの笠岡ラーメンは優しい。お父さんと娘さんの味がする。え、うん、結構言うね結構喜んでるね。そうです、そうです。かわいい。ぜひ皆さんいらしてください。